京都スリベンジャーズ。さあ始まりました、京都スリベンジャーズ。この番組はですね、タイトルの通り今日リベンジするぞという企画になっております。で、私過去に2回ほど出させていただいたのかなっていう感じなんですけれども、今日も頑張ってリベンジ目指していきたいと思います。本日収録させていただくホールさんはエスパス日卓赤坂見附駅前店さんです。私久保田咲が今日は頑張っていきたいと思います。で、今日、ね、リベンジ機種に選んだのはスマスロ北斗でございます。なんで北斗なのかっていうところになるんですけれども、私結構北斗動画でもプライベートでもいろいろずっと打たせていただいてるんですけど、正直そんなに負けてはないんですが、そんなに勝ってもないで、このリベンジャーズに1年前ぐらいだったかな、出させていただいた時に北斗打ったんですよ。で、その動画見ていただいた方はねご存知かと思うんですけれども、なんかね不完全燃焼というか、出たような出てないようなみたいな感じの、なんかこうリベンジしてるようなしてないような、なんかこうパッとしない感じで毎回終わってしまってるので、今日はちょっとそのね、こうなんて言うんですか、不完全燃焼感を払拭して、今日は北斗で勝ったぞという感じにしたいなということで選ばせていただきました。で、リベンジ達成条件なんですけれども、まず1つ目はやっぱり出すためには無双転生バトル入れないとなっていうところがあるので、無双転生バトルに入れること、そしてもう1つは5000枚出すことを目指していこうかなと。私多分3000枚ぐらいは出したことあるのかな、ないのかなぐらいで、それ以上がないんですよ全然。なのでちょっと今日はしっかり5000枚出せればリベンジ成功、プラスちゃんと5000枚出してプラス収支じゃないとダメっていう風にねしようかなと。だって10万円入れて5000枚出したとってまた不完全燃焼なので、その3つ、無双転生バトルに入れて5000枚出して、かつこの3つが達成できればリベンジ成功という感じにしていきたいと思います。ちょっと難しいかなとは思いますけど、難しいぐらいがね、燃えるので頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。では打っていきます。今日収録させていただくホールさんは北斗が30台くらいあるんですよ。なのでそのでまだちょっと空き台がある状況なので、ダメだったら大移動も考えて、でやっぱ5000枚出さなきゃいけないので、早いところ当てて連チャンに持っていくっていうのがね大事かなと思っております。そういえば私この前ユリアボイスを聞いたんですよ、隣の台で私の台じゃないんですけど、隣の台でユリアボイス聞いたことなくて私で、隣からなんか聞き慣れないボイスが流れたぞと思ったらユリアボイスでしたね。でオープニングでもちょっと言ったんですけど、私北斗そんなに相性が悪いわけじゃないんですよ。結構打ってて、もう本当になんかあんま勝った記憶がないっていうか、負けた記憶もないけど勝った記憶もないっていう感じで、遊べてるといえば遊べてるんですけど、なんかね結構無双転生バトルも入れてるんですよ、入れてるんですけど、なんかこうめちゃめちゃやれましたみたいな記憶がそういえばないなと思って、そういう何ですか、そういう台ですかってでもなんか隣の方とかはが7000枚出してるとか、何十連とかして60連ぐらいしてたかなとかで、7000枚とか8000枚とかそういうのは全然見たことがあるんですけど、なんか知らないけど私はねあんまり出せないんですよね。そのニコ7チャンネルさんのギャラクティカでも結構もう何回 4,5 回は言い過ぎか、でもそのくらいは北斗打ってるんですけどね、やれてるようなやれてないような、やれてはいるんですよ、やれてはいるんだけど、なんか結果みたいな感じになってるのでぜひね、待って、なんか変なとこしちゃった、ごめんなさい、え
待って待って待って、これさ、リ、え、あ、私ここのスイカがお、え、うん、そうだ、スイカが押せてないですよ。でも赤だったってことは、赤だったってことは強スイカだったかな。ちょっとごめんなさい、めちゃめちゃどうでもいいことを喋ったせいで目押しミスをしてしまいました、ごめんなさい。弱スイカか強スイカ、その前に一回弱スイカは引いてる。スイタンチェリーを引いたんですが、最初に弱スイカ引いてちょっと目押しミスったんで弱か強かわからないスイカを引いた後の中段チェリーなんですけど、まあ、そのスイカ2回引いた時に天国までは上がってなさそうだったので、まあ地獄スタートで強スイカだったとしたら通常には上がったかもねぐらいですよね多分。なので、でその後も、まあ、通常で引いた中チェっていう感じだと思うんですけど、だから 25% かな。お、いいです、中段チェリーは引けている。一応ジャギにはいるけど、お、2回目の中段チェリーでいけてましたね、よかった。はい、122ゲームで投資が4000円、早い、素晴らしい。いけ、アウトですね。この突破したいな、なんか嫌な予感しかしないけど、青オーラだったし、頼む通しててくれ、頼む頼む、まずい、いやーまずい、パンチで、あもうド単発なやつじゃないですか。早く当たると早く終わるってキャーないよね。ボイスもバッドです。いやーどうしようかな、なんかたまたま 25% あの中段チェリーの刺しただけな感じだったので、で浅い時代がめちゃくちゃあるんですよ、まだ動いちゃう、早い、いや動いちゃう、よし移動します。さあ2代目でございます、早い早いけど、一応まだ浅い時代があるうちに移動しようかなということで、さっきの台全然悪いとかいい悪い特にないんですけど、まあ、ただもう朝一じゃなくなった、単発が終わっちゃったんで朝一じゃなくなったっていう理由だけでちょっと移動してます。でまあそんなに何ですかね、根拠があってあの台に座ったわけではないので、だったら朝一台の方が天井リセットかかってるより天井短縮なのでいいかなっていうので移動ですね。お
このさ、明らかに、明らかになんかモード悪そうなところで中段チェリー引くんかいと思ったら中段ですらなかったっていう感じでしたね。全然レア役が引けないので、そりゃモードも動かないでしょうし、ちょっとすごく嫌な感じでも、引けた後はなんかさっきも天国上がったっぽかったし、スイカでダメだ、この台はもうダメだ、800まで行くしかないもう最悪なんですけど3枚目なんですけど早くないですかちょっと待って、本当にまずい、これは本当にまずいですよ。いやー、大移動大失敗ですね。無事800踏みました。待って怖い、大丈夫だよね、大丈夫だよね、据え置きなんてことはないですよね。待って、据え置きとか本当にやめてよ。あ、よかった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 ああ調整据え置きを据え置きだったらどうしよう、よかったー。ということで、総投資2万9000円ですね。3枚目なくまなる手前だった。816ゲームで天井から当たりでございます。ということで、しかもここで引いたよ、共闘スタートでもいいよ。で、天井なので後継続率の可能性が高いので、でも北斗ゾロじゃなかったけど、アホなんですけど大丈夫です。頑張ります。入れた分は返していただきます。大丈夫。だって普通に当たったんじゃないもん。天井だもん。そんなすぐ終わるなんてことはないと信じてる。よし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 。まあそうでなくっちゃですね、とりあえず単発回避、そんな柔らけんでは、この体に傷一つつけることはできるわ。特に何もない。よし、どんどん行きましょう。頑張れ、頑張れるところを見せてください。継続率実はいいみたいなのでお願いします。わ、待って、いやでも継続率良かったら、良かったらさ、ここからさ、おいここから立ってくれたりさ、すると思うんですよ。私立てると思うんですよ。待って、止まってますけど、あうじゃあせめて剣で、最悪、やめだやめ、やめだやめだけど、ちょっとだけ回しますねやめます。3代目でございます。出玉が200、300倍弱ぐらいの状態でまた3代目の朝一台に移動してきました。ただこの台に座ったのは、あの隣がトロフィー出てるで並びであるんじゃないかっていう、さっき1台目と2台目よりは
理由があって座ってるのでお願いって感じですね。弱水化だけど、でも天国にはいると思いますよ。おっ、びっくりした。びっくりしたとか。最終懲役200年の。当たってくれたりする？おお、当たった。天国の玉水庫かな。ラッキー、やった。32,000円ですね。212ゲーム。よかったよかった、移動してきて。いけ広っ。今日一番オーラ良くないですか。トン、おおおおとか言って。あ、ラオからなんで継続ですね。よかった、断髪じゃなくて。大丈夫です、流れてます。さあ、ダメならなんか引いて。あ、でもちょっとキックぐらいだったらなんとかなります。あ、ならない、なんともならないよ。じゃあせめてなんか引いて。あ、もう最悪だ。もうさあ、断髪2連2連、3回も当たり引いてるのに。まずい、今日は非常にまずい。気合い入れ直してきました。ご飯食べてきました。前にジャックチェリーとチャンス目を引いてて、ちょっとだけざわってたんですけど、天国まで行ってたかなーって際どいところですね。いけるか。当たった。これ4枚目でしたよね。39,000円ですか。39,000円。385ゲーム。はあ、中段チェリーで当たりましたね。いやでも今まで打った台の中、いやでも最初の台はちょっと分かんないんですけど、2台目に打った台よりは良さそうな感じはしますけど、どうだろう。さあ、緑がいいな。頼んだ、黄色か。さあ、そろそろ見せ場をください。でも継続させる。ねえ待って、本当に単発はやめて、お願いお願いお願い。私39,000円入れてるんです。39,000円ですよ、わかります、結構ですよ。止まってるし、どうやったら出せるの。あ、でもジャギだ。ボイスはリンですけど。
リンとマミヤなので天国のチャンスですね。まあ、ずっと天国にいるっぽいんですけど、そんな時に限って何も弾けないっていう。お、来た。これは行ったでしょ。はい、ちょっと前のリプレイで落ちてなければいけてるはず。大丈夫ですね。当たったリプレイ。で、103か。まだ告知来なかった。行こう検証。ラオウの元へ。ちゃんとバトル中も出てきてね。はい、105ゲームですね。天国の銃弾チェリーで。AT5 天国スタートだったっぽいので、それも確認できてるってことは、もうこの台は粘る理由はどんどん増えてきてるので、あとは出すだけだ。今度こそ。今日青か黄色です青でも伸ばせるというところを見せるんだ。なんか私北斗を打ち始めたっていうか、その導入したばっかりの頃は白とか青の方が伸びると思ってたんですよ。多分動画でも言ったことあるんですけど、マジでそんなことない普通に緑が一番伸びる。いけキャンキャン、よーしよかった。2連続ターンは避けられました。コリアキックでも今日はダメだからな。避けて、おお避けた。マジここ頑張りどころかもしれないですね。よし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 。せっかくパンチにしてくれたのに食らわないでよ。待って待って、うわねえ、パンチでも負けてたらもうダメじゃん。おありがとうりんちゃん。よーし頑張れ。よし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 。なんだ貴様ですね。まあでもいけるよね。よしよしよし。そうですよね。もうちょっと、もうそろそろ無双転生バトルぐらいじゃない、チャンスぐらいはやれないと。さあ5セット目、楽曲変化来い。ないぞ。パンチでパンチで、うわ、いやーちょっと待ってからの立ち上がってもいいと思うよ。別に立ち上がってもいいと思うんですけど、私こんだけ続いてんだからさ。ああ止まってる。もうほんと5セット目で曲変わらないと負ける説と思いきやダメでしたボイスは全然出ないですね。
感じですよ。これと下っぽいですよ。はい、430で中段チェリーからだと思います。お、緑だ。緑が伸びるってさっき言ったばっか。結局緑が伸びる。さあ、まずは1戦目、ここは大丈夫でしょう。よし、あざす。はい、当たれ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 。何も引いてないけど、さすがに無理か。変わらず何も引けませんが、継続率だけはやれるはず。パンチでもう本当に嫌なんだけど。緑だったじゃん。待って、これでさ、これでどうにか、これでどうにかこうにかどうにもこうにもならんか、さすがに。早くないですか。もうオーラの色関係ないじゃん。だって何引いたっけ。チャンスね。ああ、やっぱ当たってんだよな。そうですよね。何、何ですか。チャンス目で当たったんですかね。チェリーとかスイカは引いてないし、チェリーもしばらく引いてないんで、あの演出の矛盾出てるんで当たりだと思うんですけど。ここで当たり？ああですね、当たりました。長く入ったかった640ゲームです。投資は641ですね。投資はうわー怖い。49,000円ですってよ。多分チャンス目で当たりました。キローラお願いね。49,000円って何枚出せばいいの。剣でよし頑張れ。もうそんな一回継続したぐらいじゃね、もう全然足りないぐらい負けてるので。お、当たったし。え当たると思ってなくて、なんかいつもと演出が違うみたいな感じになってしまった。当たったんですけど、お願い、当たったよ。あ、当たっただけでした。
もうじゃあ当たんなくていいよ。さあまだまだ継続してもらわないと困ります。嫌な感じしてますけど、じゃあせめてなんか引いてよ。なんか今日あのベルナビとかも引いてないし、チューラチュリーとかでもいいよ。もうダメだな、今日は本当にダメ。2222、おお、あーよかった、まだ終わらずに、まだ終わらなかったよ。来い、パンチでもう全然さ、全然バトルさせる気ないじゃん。マナちゃん、頑張れ、復活の剣頑張れ。止まってるしな、立てませんね。さすがにもう終わりでしょうね、これは。336、ないダメです。あ、またジャギだ。ボイスはバットです。これ当たったでしょ、落ちてなければ。天国スタートして落ちてはないと思うんですよね。からの重ねるやつ、はい、1回目に引いたやつで当たってました。あーよかった、今回は早かった。追加投資なしで60ゲームですね。さあ白って今日初ですか、もしかして。じゃあ伸びるかもしれない。もう何でも、もう本当にそろそろ頑張ろう。単発の香りがしています。簡単に当たると単発なんですけど、本当にやめてください。簡単に当ててるわけじゃないんです、頑張ってるんです。私ねえその程度ではない。お、1ゲーム連だ、よかった。あ、間違った。すいません、なんでこっち狙った。マジ謎すぎるんですけど。すいません。まさか1ゲーム連すると思ってなくて、これはなくない。すいません。よし、赤でしたね。まあ全然いい。北斗揃いってことは84か89ってことですよね。だから今日一の伸ばすチャンス来ましたよ。青ですよね。じゃないとダメだよ。さあどんどん行きましょう。こんなもんじゃないよ。今日はこの北斗揃いを生かすしかないんだ。さあどんどん行きましょう。待ってよ、本当に待ってよ。嫌だからね。さすがにこんなんで負けないっしょ。食らっちゃうの。北斗揃いなんですけど。
よし、お、高速高速雲BGM 変化。おっと大丈夫そう。おい、よし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 、楽曲変化ですね。まだ終われないよ。おお、また楽曲変化きたので大丈夫です。あ、待って待って、おこれリーチめっちゃないですか、この音って違う？え？ごめんなさい、めちゃめちゃいいところでですよね、特定薬ですよね。よかった、これ入れといてえ、ってことはさ、あれ行きます、無双転生バトルですよね。よし来た、無双転生バトルじゃなかった、チャンスチャンスチャンスっていう意味で言ってますからね、ごめんなさい。通すよ、通しますよ、通しますよ。なんか嫌な嫌な流れじゃないですかこれは。ちょっと、そう、これがこの白を狙うんですよ。ああ、にゃー、白白白白からの白、あー、おい、ダメなのか、ダメなのか、せっかくリーチ目引いたのにダメなのか。うわー最近通せないな。いや、ちょっと言い間違えたのが良くないと思う無双転生チャンスいくよねって言いたかったんですけどまだ終わらないでね、お願いしますよ。あー、よかった処理落ちした。怖いよ、怖すぎるよ。よし、これで負けるのはやめてほしいですね。待って、終わるかも。あー、よかった、怖っ。あ、12ってマミヤじゃないですよね。よし、ピエロだ。よし、いいよ、いけなくても継続さえしてくれれば。よしよしよし、よし、ならないけど、ならないけど、ならないけど、さすがに大丈夫でしょ。私今日スイカ引いたよ。あ最低、ちょっとだけ回してやめますかね引いたんですけど、
ということはもう一回当たりができるはずなので、ちょっとそこで、てかリーチ目2回も引いてるからやっぱりこの台いいのかな。私がやれ、いやでもこの台だけで言うとプラスなんですよね。そうだそうだ、私がやれなかったのはあっちの台だなのでちょっと次の当たりが、まあ、最後になると思うので、そこでちょっと頑張りたいですね。はい、リーチ目特定役からですね。もうラストチャンス、本当に本当にラストチャンスです。57ゲーム持ちメダルで今1800枚ぐらいあるので、もう一山いければ5000枚も夢じゃないし、プラス収支は目前ですよ、頑張れば。いやでもちょっとせっかく当たったし頑張りたいな。白めっちゃ単発の予感ですけどさあ白オーラでもやれるというところを見せてやれ。嫌な予感だよ、パンチで、パンチだけど当たるんだよね多分ですよね。でもあ動いてる、よかった、単発回避、まだまだいける。5勝覇やめて、5勝覇じゃなきゃ頑張れる。よし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 、なんかもう口が回らなくなってきてるわ。あまずい、あもういつも通りの、あ悲しい、終了でございますね。じゃあちょっと一応32ゲームだけ回してやめます。終了です、実戦終了でございます。タコ負けするかと思いました、もう本当にということで、最初に結果をお伝えしたいんですけれども、投資がですね、46枚貸し出しで4万9000円入れましてですね、2254枚で回収が2083枚ということで、マイナス171枚すごくないですかすごくないですかはいいんですけど、まあ、リベンジ条件は全く何も達成していないということで、まあ、でも惜しかったんじゃないですかね。一応武装転生チャンスは聞いたし、まあ、バトルに行ける感じは全然微塵もなかったですけどでまあちょっとそうですね、なんか変な引きでしたね今日はね。でもその最初結局3台打ってなんかもうただのカニ歩きしてタコ負けするやつかになりかけたんですけど、最後の台が結局リーチ迷惑が2回引けてるのとか、まあ、ジャギスターっていうかあの天国スタートですねが、まあ、ぽいやつも確認できてたりとか、まあ、そういうもろもろ合わせて、ただレア役が全く引けなかったことによりちょっと負けそうになったっていう感じですけど、まあまあ形にはなったんじゃないですか。負けは負けだしリベンジは達成できませんでしたが、なので動画的には残念って感じなんですかねなのでまあ残念は残念ですけど、私はちょい負けで済んでよかったっていう感じでウキウキで帰れるので、私の中ではもうこの動画は成功でございますというわけで、お久しぶりのリベンジャーズだったんですけれども、いかがだったでしょうか。次はちゃんと達成できるようにいい引きを見せれるように頑張りたいと思いますので、また出ることがあれば見ていただけたら嬉しいです。では今回はこの辺でさようなら。